れね。プレゼント。
一番奥だ。人生で初めてかも。こういう感じでご飯食べるの。そうだよね。普通やんないから。普通やんない。一人でご飯食べるときはさ、すごくいい音するなとかはあるけど、こんな小声でさ、グン。ここでご飯食べることないじゃん。新鮮な気持ちです。普段は何されてるんですか。普段はですね、お仕事しながらダンスしてます。すごい。本当にダンスすごく上手で。いやいや、上手なんですよ、ね。違うんですよ。もう本当にフィリピンの番組に出てるんですよ。あ、そうなんですけど。でもね、上手なの。頑張ってるよ。梅酒は好きけど梅干しは嫌い。多いよね、結構する人。そう、あとトマト嫌い。トマトも多い。ファミレスとかそういうの置いてあったら食べるけど、家とかにあったら別に食べない。ああ、ファミレスの甘い人参も嫌い。美味しいじゃん。好きなの。大好き、そういう。あ、そう、ナスも嫌い。全般ダメだ。骨のついてる魚は、
めっちゃめっちゃ自信満々に楽しみだった。楽しみのチーズギアパック待ってたんだけど、結局なんか捨てられちゃったみたいで、そう結構価値ないね。口がもうされちゃったじゃん。そう、ちらっと来る来る来ないの。Mm-hmm.